はい、わかりました。なるべく部屋の中のものには触らないと。この部屋の中で待ってればいいですか？今現場にいるのは僕とあと二人、河村町の探偵で八神さんと海藤さん。何日か前からうちを手伝いに来てもらってるんです。はい、わかりました。警察すぐ来るって。そうか。先生を殺したのは相馬だ。あいつ先生には用はないって言ってたのに、なんで沢先生が巻き込まれなきゃなんねえんだ。それが知りてえなら、俺らは探偵だ、ターボ。普通の仇には見えねえものが見える。気づかねえことに気づける。今がその力を発揮する時なんじゃねえのか。そうかもね。この現場で問題なのは、誰が先生を殺したかじゃない。なんで彼女が殺されなきゃならなかったのかだ。沢先生はどうやら便利屋の桑名と知り合いだった可能性が高い。だから桑名を追ってた相馬たちはここに押し入った。となると、この部屋で探るべきは先生の交友関係か。その中に先生と桑名との接点が見つかるかもしれねえ。ああ、ただその桑名っていうのも偽名だったらしい。本名は確か北方だ。相馬がそう言ってた。